界には素晴らしいところがたくさんあります。まずはじめに、指導医としての生活はとてもワークライフバランスが良いです。多くの外科の専門家と比べるとワークライフバランスが素晴らしいです。週の勤務時間で言いますと40時間から60時間の勤務時間です。また、あなたの治療は患者にとても感謝されます。なぜなら、あなたの医療行為がすぐに結果が出ます。良い結果として患者の生活の質を上げます。泌尿器科医の患者は繊細な健康上の問題を何年も悩んだ上に治療を求めてきます。なので患者は彼らの問題を解決することができて時に、例えば健全な性生活、もしくは尿漏れの問題、一日中尿漏れの問題を気にしなくてもいいという良い結果が出たときに、患者はとてもあなたに感謝するでしょう。また、キャリアも泌尿器科医はキャリアも自分の好きなように調整することができます。若手の泌尿器科医というのはよりエネルギッシュなので、複雑ながんの手術を一日中行いたいと思っているかもしれませんし、年を重ねるともしかすると主に診療所での業務に重点を置きたいかもしれません。そしてその傍らで小さな施術を行うということにシフトしたいと思うかもしれません。報酬に関しては他の外科専門家と比べて高い部類に入ります。その平均は$408,000です。泌尿器科医はとても素晴らしい分野ではあるのですが、完璧とは言いません。実際、泌尿器科医は燃え尽き症候群の発症率がとても高く、他の医療分野と比べるとかなり高いです。最近のメッドエスケープ燃え尽き症候群報告書によると、泌尿器科医は 54% とそのリストでトップの位置にあります。研修医としての勤務は週に40時間勤務時間をこなす必要があります。泌尿器科医という専門家は、早急な治療が必要な病状の患者がの対応に当たることもあります。つまり、真夜中に呼び出され、感染性の尿路結石で感染症を患ってしまった患者の治療に当たります。また、めったに起こることではないのですが、複雑で最悪な病状で来る患者もいます。例えば、人工陰茎の感染症や電解質の異常により生死に関わる状態である患者が来たりします。彼らは腎臓や膀胱の切除手術をした患者では、この状態はとても致命的であると言います。もしあなたが自分の手を使って働くのが好きで、医療の病態生理学が好きで、患者との強い絆を結びたい、手術をするのが好き、そして冗談を言うのが好きなのであれば、泌尿器科医はあなたに適した分野と言えるでしょう。もし外科医になりたいが、ワークライフバランスの良い生活がしたいと思うのであれば、泌尿器科医というのはその願いを叶えてくれる分野となります。泌尿器科医はまた装置をよく使う分野でもあります。レーザー治療や他の装置など革新的な道具をたくさん使います。泌尿器科医のたちの性格といえば、彼らはハッピーでユーモアのセンスに富んだ人々の集まりです。彼らは物事を気難しく考える人たちではありません。最後に、泌尿器科医はとても競争率の高い分野であります。なので、試験も高得点を取り、ローテーションの診療も優秀である必要がありますし、研究も良い成績を収めなくて必要があります。誰を学ぶか、誰をメンタルするかは、泌尿機械、彼ら自身より適用へでしょう。メッドスクールインサイダーの泌尿機械の皆さんにお礼を言いたいと思います。この動画の作成にあたり協力してくださいました。もしあなたが MCAT や USMLE において他の試験においても良いし成績を収めたいと思っているのであれば、私たちのチューターがあなたの試験日本番のパフォーマンスをマックスまで上げることができます。もしあなたが医学部生になりたい、泌尿器科医の研修医を目指すのであれば、私たちの泌尿器科医の先生方がどのようにしてこの競争率の高いプロセスを効率的に進めることができるのか、その全貌を共有することができます。私たちはこの需要界で最も急成長している企業であり、それは私たちの信用、顧客の信用を得ている理由というのは、結果に重点を置いているからです。詳細についてはメドスクールインサイダー .com でご確認ください。動画をご覧いただきどうもありがとうございました。今回の動画が役に立ったと思うのであれば、もしかするとあなた外科医のステレオタイプという動画、もしくはあなたがなりたいものはシリーズの形成外科医のシリーズも楽しんでいただけるかもしれません。それでは次回の動画でお会いしましょう。皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。論文解説チャンネルのティブです。今回は人生の意味を見つける方法と題しまして、科学的に人生の意味を見つけるのに役立つ方法を解説していきたいと思います。さて、自分は一体何のために生きているのか、自分の人生の意味とは、Why are we living? What is the meaning of our life? I'm sure a lot of people have thought about this question. You've been so busy and is this...このような疑問を持つことがあると思うんです。自分は本当は何がしたいのか、自分の人生の意味とは何なのか、先に結論を言ってしまうと、この答えは一人一人違うため、あらゆる人に共通する人生の意味などというものはありません。人によって何を重要と感じるかも違うし、今生きている環境だって違うし、どんな大切な価値観を持っているかも違いますから、一概にこのような人生が意味のある人生ですと定義することは不可能でございます。おそらく私たちの人生とは、自分が生きる目的を探し続ける長い長い旅のようなものだと思います。あなたの人生の意味は何ですかと聞かれて、即答できる人はあまり多くはないと思いますが、私はこのために生きておりますと即答できる人がいるのも事実でしょう。そりゃ何も考えずにダラダラと流されて生きるよりも、自分の人生の意味を明確に分かっている人生の方が充実度も幸福度も高くなるというのは簡単に想像できますよね。ですから、見つかるかどうかは別として、私たちは人生の意味とか、自分の人生は何のためにあるのかということについて、ある程度考えておく必要があるのかなと思うんです。それについて考えておくことで、これから私たちが生きる方向が全く変わってしまうということもあるでしょう。自分の人生の意味はこれなのに、今の自分はそれとは全く別の方向に歩いていってしまっている。だから軌道修正しなければいけないといったふうに生き方を変えるきっかけともなるでしょう。そこで今回は自分の人生の意味を見つけるのに役立つ方法について紹介していきたいと思うんです。そんなに重く受け止めずに、ぜひ気軽な気持ちで聞いていただければとても嬉しく思います。それでは早速参りましょう。本日のお知らせは次の通りです。1限で人生の意味を見つけなければいけない理由について、2限で人生の意味を見つけるのに役立つ方法について解説していきたいと思います。それでは早速1限の人生の意味を見つけなければいけない理由から解説をスタートしていくことにしましょうか。さて、多くの人が自分の人生の意味とは一体何なのかという、いわばアイデンティティの喪失のような問題に直面しております。自分の人生、このままでいいんだろうかという人生の方向性について迷ったり悩んだりしている時に、あなたがまずやるべき最初のステップは、自分が人生で何を大切にしているかについて考え始めることであります。自分が本当に大切にしている価値観のことをコアバリューと言います。まず自分が一体どんなコアバリューを持っているのか、何を大切にして生きていきたいのかというコアバリューを特定しなければいけません。多分自分はこういったことを重要視しているんだろうなとか、これがおそらく私の大切にしている価値観であるといったふうに、コアバリューがある程度特定できれば、それに沿って生きることができ、意味や目的に満ちた人生を送ることができます。満足感や幸福感を感じながら生きることが可能になります。自分のコアバリューを発見し、目的に基づいた有意義な生活を送ることができます。自分のコアバリューを知っているかどうかで、これからの長い長い時間の使い方が変わり、行動が変わり、意味のある人生を送るのに役立つ。長期的な効果を私たちにもたらしてくれる可能性があるでしょう。ですから、まずはコアバリューを特定しましょう。100% これが自分のコアバリューであるとまでは言い切れないにしても、おそらくこれが自分のコアバリューなのだろうと分かるだけでも、これからの時間の使い方や行動が大きく変わると思います。そして最初に思い描いたコアバリューに沿って行動し、その途中で、いやこれはあんまり自分にとってのコアバリューでは実はなかったなと気づくことができたのならば、その時点でまた新たなコアバリューを探し修正すればよいです。そのようにしてトライアンドエラーを重ねていく中で、自分の本当のコアバリューを見つけることができるのでしょう。私たちは自分の生活や行動が自分の重要視している価値観と一致している時に、自分の人生は豊かである、意味のあるものだなと感じることができます。逆にですよ、自分の大切にしている価値観と目の前の生活や行動がかけ離れているとき、自分の人生に不満を感じたり、自分の人生の意味とは一体何なんだと悩み始めることになります。だからこそ自分の重要な価値観、コアバリューをある程度明らかにしておくことが重要になっていきます。コアバリューがある程度明らかになっていると、You have to know your core value. That means it gives us continuous motivation, and that means we can stick to this behavior. This motivation brought by core value is very important. Before I talked about how you what to do when you don't feel like doing anything. I talked about there are two types of motivation. Let's review what we talked about in that episode. There's a lot of people say motivation is important, but there are two types of motivation, which is external motivation and internal motivation. External motivation means it's not the action itself, but something that you get affected by something outside. And internal motivation is you want to do something from your own will. The example of external motivation is obligation or penalty or rewards or quota. Those things are examples of external motivation, and a lot of things we do are prodded by the external motivation. And on the other hand, internal motivation is we do things without reward or return, something you want to, something you motivation that comes from inner of you. It's not something you get influenced by outside matters.